こんにちは。今回はスタンレーの2021の新商品、レガシーシリーズをご紹介いたします。このレガシーシリーズは、人気のクラシックシリーズのコンセプトをベースに、よりラグジュアリー感を高めた上位モデルになります。パッと見てこの新しいモデル、まあ、黒いバンドなんかもすごく気になるんですけども、こういった部分の詳細もご紹介していきます。はい、まずは、ラインナップと価格を見ていきますと、一番大きなこちらが 1.9 リッターですね。こちら。スタンレーの中でも一番大きい容量のボトルですね。こちらが13,200円になってます。こちらはですね、シリーズすべて共通して、ブラックとグリーンの2色展開になってます。次に大きい1リッター。夏場によく需要が高まるモデルですね。こちらもブラックとグリーンの2色展開で価格は14,500円になってます。続いて 0.6 リッター。一番人気が出るであろうタイプの 0.6 リッターは9,020円になってます。この 1.9 リッターから 0.6 リッターまでのサイズは真空ボトルという名前になっているんですけれども、ここから先の小さいモデル、こちらですね、真空マグという名前になります。違いはと言いますと、ボトルと名前が付きますのはこういったシンプルな昔からある中栓の付いている水筒ボトルなどに対して、真空マグという名前のものは、こう、飲み口をスライドするだけですぐに飲める。ワンタッチボトルですね。こういったもので名前が変わってきます。で、今手元にありますのが 0.47 リッターで、2色展開で6,490円。ここから先の 0.35 と 0.25 はちょっと今手元にないんですけれども、これと全く同じ構造で、こう長さが変わっていくだけのモデルになります。はい。それではまず一番大きな 0.9 リッターから見ていきます。はい。まず一番最初気になるのは、この取り外しできるポリウレタン製ラップなんですけども、他のサイズのものでなりますと、このラップの方にこう、ハンドルがついたりとかする意味合いがあるんですけども、この 1.9 リッターに関しましては、もう完全にイミテーションという感じですね。飾りという感じです。で、サイドにボタンがついていて、正面にはちょっとこう、立体的なプリントがされてますね。感触はちょっとザラザラした感じですね。で、取り外しは、このボタンを外してもらうと、取り外しできて、実は中側にもこういったスタンレーのロゴが入ってます。同じくブラックの方も取り外すると、ちょっとマットな感じですね。グレーっぽい感じのプリントが入ってます。次にハンドル部分なんですけども、このレガシーシリーズ、こういったこう、樹脂製のハンドルが付くモデルはこの 1.9 リッターのみになるんですけども、こちらですね、コルクがはめ込んであります。これはグリーンもブラックも同じ色のコルクが付いていて、本物のコルクですね、感触がすごく良くて、色合いも渋いですね。このコルク付きのハンドル、クラシックとは違って、こう、折りたたみのないハンドルですね、固定式の、出っ張ったままのハンドルになってます。ちょっともう一回ラップつけてみてますね。こんな感じですね。あとはコップの部分なんですけれども、クラシックと一番違う部分はこの部分かもしれないですね。もともとこのコップが分かれて、この中栓がついているタイプなんですけども、今回のコップ、クラシックとは違って二重構造になってます。クラシックはプラスチック製のコップなんですけども、今回のレガシーシリーズはステンレスの二重コップになってます。このコップの部分に関しましては、さらに上位モデルのマスターシリーズになりますと、真空二重のコップになるんですけれども、こういった水筒から飲み物を出して、それほど長時間コップに入れていることは少ないと思うので、実用面で考えれば、ステンレスの二重でも十分効果はあるかなと思います。こちら嬉しい仕様になってます。もう一度カバーつけますとこんな感じです。ポリウレタン製のラップと、コルク付きのハンドルと、二重のステンレスのコップが付いてます。中栓の方を見てみますと、ここは既存のクラシックのシリーズと差異はないかなと思います。はい、続いて、次は1リッターと 0.6 リッターです。こちらですね、大きさが違うだけで、詳細なパーツは全く同じなので、まとめてご紹介いたします。こちらのボトルにも、こういった先ほどと同じようなラップが付いてるんですけども、こちらはですね、フィンガーループ付きラップとなってます。先ほどの 0.9 リッターは、こういった、プラスチック製の、ハードな、ハンドルが付いているのに対して、こちらの1リッターと 0.6 リッターになりますと、こういった生地のストラップが付いています。こちらも当然取り外してきますので、外すと先ほど同じように、ロゴが出てくるという感じですね。で、このハンドルなしでも使えるという感じになっています。0.6 リッターも同じく、外すとこうロゴが入っていて、普通のちょっとクラシックみたいな感じですね、に変わります。内側のループは、こんな感じで縫い付けてあるので、横にずれたりはしない感じですね。
こちらもこう立体的なスタンレーのロゴがついてます。この後は全く先ほどの 0.9 リッターと同じく、このトップはステンレスの二重構造になってます。で中栓はですね、先ほどの 0.9 と同じですね。1リッターと 0.9 と 0.6 リッターは、中栓は全く同じものを使っています。はい、次はレガシーの真空マグシリーズになります。先ほどまではボトルシリーズになってまして、こちらはマグですね。ワンタッチ飲みやすいタイプになります。はい、まずは共通してますラップからですね。こちらも取り外しができるフィンガー付きラップになってます。先ほどの1リッターとか 0.6 リッターと比べて、ちょっとこう、2、3本の指が入る程度のループになってますね。でこちらも取り外しができます。こういうふうにロゴが書かれてます。このラップが先ほどのボトルと比べるとちょっとこうきつめなんで、初めのうちこう馴染んでくるまでは取り付けがちょっと力いるかもしれないです。そして飲み口はこの一番上のキャップの部分をスライドするだけで飲み口が出てきます。ここですね。ここが現れると飲める状態で、閉じると、こちらパッキン入ってますので、一応逆さまにしても中の飲み物は出てこない構造になっています。ただメーカーからの注意点で、このバッグの中なんかに入れた時に、この口がこう回りやすいので、まあ、これが開いてしまってこぼれる可能性はあるので、カバンの中に入れる時などは十分ご注意が必要ということです。基本的にはきちんと口が閉じている状態では水はこぼれません。続いて、分解洗浄も簡単なんですけれども、まず洗浄するとき、当然このラップ外していただいて、ですね、このスライドの飲み口なんですけれども、小さくね、マークが入っているのが見えますかね。ここのところ、ちょっと、あ、映んないですね。ここに小さくこう、南京錠が開いているマークがあるんですけども、その部分までこうスライドして開き切ると、こうスポッと、この上蓋が外れます。で、本体の蓋を外してもらって、で、この裏側にも、ここにも南京錠のマークがあって、これですと、右に回すと鍵がかかって、左に回すと鍵が解除されるマークがついてます。で、こちら左に回してもらうと、これで分解完了になります。これで隅々まで洗浄ができるようになってます。こちらの内部パーツ見てみますと、先ほど見た飲み口の部分と、あとは空気抜きですね。この部分に、こう、樹脂パーツがついているので、まあ、これで防水性がしっかりだなっていうのが確認できます。今度、取り付けの方は、飲み口とパッキン合わせて入れて、ロックの方向に回します。で、今度、一番最後の、一番上蓋ですね。こちらが、こう、ちょっとわかりにくいですけどね。ガケがここ出てるんで、まあ、鍵の目を合わせるという感じで、入れて回していただければ、これで完了になります。見ていただいた仕様は、手元にない 0.35 と 0.25 のマグも全く同じ仕様になってます。それでは最後に本力見ていきたいと思います。まず一番大きなレガシー真空ボトルの 1.9 リッター。まあ、一番容量の大きいものが一番性能がよく出てますね。保温力が6時間が目安になってるんですけども、暖かいもので89度が6時間。で冷たいもの、6度以下のものが6時間となっています。そして一番小さな、まあ、この、今手元にあるのは 0.47 なんですけども、これよりも小さい 0.25 がですね、保温力が暖かいもので51度以上で6時間。これで、9度以下で6時間経っています。このスペックに関して、この保温力を既存のクラシックシリーズと比較してみると、ほぼ同等のものになっていました。まあ、レガシーシリーズのが、まあ、新しく少しお値段も高くなるので、こちらの性能も少し上がるのかなと期待したんですけれども、元から性能高い、スタンレーのボトルなので、ここはほぼ同等の数値となっています。クラシックとの違いは、あくまでこのデザイン性の高く、まあ、ストラップのついたラップと、あとは二重構造になったステンレスのキャップ、この違いということになります。はい。こちらが、まあ、今回ご紹介した全ラインナップになりますけども、やっぱり注目というかおすすめは、このコルクのグリップがついた 1.9 リッターが、やっぱりかっこよくて気になりますね。こちらがやっぱりおすすめになります。それでは以上となります。スタンレーのレガシーシリーズのご紹介でした。ありがとうございました。